はい、今回は安倍元首相の国葬で、ですね、えー、まあ菅の友人代表の話というものがですね、えー、こちら、注目されておりますので、こちらについてですね、思うことをまあ考えてお伝えしていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。 まあこの菅の話がですねえ感動的だったあーっていうことが一部で言われてるみたいなんでえまあどれどれっていう感じで僕見てなかったんでね <laughs> まあ今回ちょっと見ましたけどで見てこの全体像とまあどういったまあことなのかなっていうことをねえお伝えしていこうと思います。まあ、順番にいきますが まず、ですねこの、えー、安倍の国葬の、えーまあ、客観的理解と、えー、いうこと、で続いて、ですね、えー、この菅の友人代表の話、でですねそこでまあいろんな意見が出るんですけど、えーまあ、菅の政策っていうのは何に重点を置いているのか、ってそういったことをあの考えていきますので、今回もよろしくお願いいたします。けど 安倍元首相の国葬の、まあ、<laughs> 客観的な理解です、別にあの賛成であるとか反対であるとかっていうのは人それぞれですが、安倍元首相の国葬に関して、えー、ですけど、法的根拠がない、えー、閣議決定で押し切った、えー、国会審議なくね、それっていうのが明らかにおかしいっていうことが、これ、客観的に分かってるんですよ、うん、だから国民の反対を、えー、まあ大きく買ってる7割の方が反対してるっていうのもそこにあると思います。 あとですね、えー、ちょっと形を変えていきますが安倍元首相の。 国葬にですね、えーまあ、何人か分かりませんけど、もともと予定していた人たちが、えー、その予定の人数が来ずに、で当日もなんか100人ぐらい、えー、来なかったっていうことなんですよ。それっていうのもおかしいじゃないですか、普通に。もし本当にそのね、支持されてるっていうことであれば、あのねえー、来るわけじゃないですか。そういったところも来ない。えー、日本国内からね。えー、っていうことも、まあえー、疑問があります。あとですね、これ、皆さんに、えーまあ、お伝えしたこともあるし、思ってらっしゃると思いますが、 よくあの外交の安倍だとかって言われるんですけど、G7 のトップ、まあ、G7 のまあトップね、えー、まあその各国のえまあトップ、首相がですね1人も来なかったんですよ、これ、事実ね。うん で、えー、この岸田はよく国葬において弔問外交だなんだかんだって言いますけど G7 のトップが1人も参加しない状況下において弔問外交とか、まあ、あるいは外交なんてできるわけないんですよあのなんかわからないですけど話す時間も10分とかね、えー、5分から10分で何を、えー、そんな短時間で話すんでしょうかっていう全くもう、あのー、理解不能な,なんですよ外交の安倍とか言われてますけど外交の安倍であればなぜ G7 のトップが誰も来ないんでしょうか。 全くこういったところにも、えー、おかしいところがありますので、外交の安倍ではなかったと、まあ、僕は思っています。このことからもそう思います。でまああのー 皆さんも思ってると思いますし、僕も思ってるんですが、なんで日本国民のあな7割もが、この国葬っていうものに反対したのかっていうと、別に国葬でな,なければいいんですよ。合同葬とかね、自民党葬、やることっていうのは変わらないわけですから、わざわざこの国葬とかね、国葬儀という名前を使って、その国から、あ,あとあるいはその公金を使うとか、そういったことが国民の,あの反対になるわけじゃないですか。そししてて日本国民の7割が反対している、ね、明らかに、 反対が多い、えー、ね、世論的には反対が多かったわけじゃないですか当然ですが、えー、策を講じるわけですよこの国民の反対の多さ、えー、どこかで何か、えー、まあ、見せ場っていうか何かを、えー、しないといけないということで、えー、いくつものことを、えー、仕込んでいた可能性があるんですね 例えばそのねえー、列に並ぶ人を仕込んであったりとかいろんなことを仕込んだんですがその仕込んだうちの仕込みの一つにこの菅の友人代表の話があった、えー、のではないかと僕は、えー、解釈しております。僕も あのこの国葬の、ねえー、当日にはあのー、全く見てなかったです、でまあ、皆さんに何度もお伝えしてますけど、僕はああの安倍元首相の国葬より、その当日、ね、あの静岡県の断水の方が大きな問題だと思ってたんですよ、今もそう思ってますし、日本国民が大変な思いをしてるんでね、まあ、ただ、この、ねえー、安倍元首相の国葬ということで、まあ、いろんなことが言われてるんで、まあ、ちょっと、まあ、どんな感じだったのかと思って見たんですよ、この菅野。 友人代表の話ね、うん、別にあのそんなにまあもちろん悪くも言わないですよまあもちろんよくも良くも悪くも言わない別にいいとも思わないしそんなあの感動も別にしないんですよで単純にこの菅の友人代表の話を見て僕が思ったことっていうのは先ほど言ったように仕込み、えーまあ、大衆誘導の目的そういったことがあるんじゃないかと思いましたもちろん本当かどうかっていうのは分かりませんがおそらく台本が用意してあったと思います 菅がですね、えーまあ、こういった話を、えーまあ、する、大衆の心をつかむようなことをする、うん、そしてその目的があ,あります、そしてその目的に、えーまあ、うまく誘導された人たちが、えー、いるということだと僕はそのように思っています。だからこの,あの安倍の国葬っていうのは、いろんな、ねえー、意図、糸が含まれてるんですよ。単純にどそんな、うん、一つとかの目的ではないいろんなものが含まれてる、そしてそれをあの裏側で巧妙にあの考えられている。うん、で菅の話に感動した 菅の友人代表の話に感動した、うん、っていうことなんで、えー、まあそれはそれで、えー、い,い,いいんじゃないかと思います別に人の考えにとにかく、えー、言うことありません別に僕は人それぞれなんで、えー、解釈は、えー、いいと思いますしかしその中で最も気になることが一つありましたまあ何人かの人がこういったことを、えー、言うんですが菅はですね、えー、日本人の、えー ための政治ができる政政治治家なんだとえ政治のことについて言及されているえ意見がいくつかありました、うん、だからこれっていうのはおそらくそういったことを狙ってるんだと思うんですよ大衆をですねえ感情論をああのうまく誘導してえ菅がいいんだっていう話から菅がいいんだっていうことから菅はいい政治家なんだってそっち側に話を持っていこうとしたんでじゃあ考えてみましょうって菅の政策って何なんでしょうか菅はどういう政策を打ち出していたんでしょうか 果たして本当に、えー、こういったねに日本のためになる、うん、日本人のためになる、うん、政治家なんでしょうか僕は全く疑問です。うん、まあこの角度をです、ねまあ、いろんなああのかあの角度から、えー、か考えてい,くこといこうと思うんですがまあ、ちょっとまあ難しい、えー、話もあるんですが菅っていうのもですねなん、えー、だらかんだらとまあ、いろんな方針政策を訴えるんですが菅はですねその中に一つあるんですよ。円安をを認めてインンバウンドをする してるんですよでこのインバウンドっていうまあ、ものですけどまあ、ちょっとねまあ難しいというかまあ、ややこしいところもありますけどインバウンドの規模っていうのはあまあそれ5兆円程度って言われてるんですよ。で 菅はその日本の経済再生をとかっていうのを語るんですがインバウンドの5兆円程度の規模なんかじゃ日本のあの経済再生なんてできないんですよでこれあのもう本当にその経済の専門家とか経済とかにあの詳しい方がおっしゃってるんですけどもう本当にやることって一つなんですよ日本国内の経済再生、えー、日本国内の経済がぐるーっとあの循環していくには日本国内の、えー、個人消費ですね 日本国内の個人消費を、えー、いかにして増やすか、個人消費の増大、それが鍵だということが分かってるんですよ。日本国内の個人消費の規模って30兆円なんですよ。インバウンドって5兆円なんですよ。うん、その差分かりますよね、30兆円と5兆円って。うん、本当に日本の経済再生とか、日本の国益を考えるんであれば、えー、選ぶ道は1つです。日本国内ののの個人消費の、えー、あの まあ増大ですねそのためには、例えば、えー、ね、えー、積極財政とか、うん、その緊縮財政ではありません、積極財政とかって言って、えー、まあお金を投入するとかっていうのもそうですし、消費税減税、あるいは消費税撤廃ね、これをしないわけですよ、その自民党っていうのは、自分たちの背後にいるあの巨大利,利権。 企業ね巨,巨大企業の利権があって、そことあの裏側で忖度してるんで、消費税をあの廃止しないし、消費税を減税しないんですよ。で、えー、そのね、積極財政もしないわけですよ。うん、で、そして、えー、口では経済再生とかね、えー、言うわけじゃないですか、うん。言ってることが全く矛盾してるんですよ。意味が僕にはわからない、全く僕は矛盾してると思ってるし、た分そう思ってる方、えー、いらっしゃると思うんですよ。うん 菅っていうのは、あねその日本の経済再生とか、日本の攻撃とか、そういったものを語りますが、えー、言ってることとやってることが、えー、全く違います。で、えー、まあ 悪く言うとかそういう話ではないですけど、まあ自民党そのものが、えー、売国だと思いますが、安倍菅岸だと、えー、これ売国党です、うん。もうもっと言うと自民党です。自民党の背後にはトーマル会がいてっていうね、えー、そういった話で戦後からずっとね、外国勢力のあの間接支配を受けてるっていうことなんで、うん、その売国の、えー、政党ですね自民党、そしてそこから、えー、出てくるまあその議員とか大臣とか内閣、えー、まさに売国党そのものだと思います。自民党が舵を切っている限り日本の攻撃になること。 ないんですよ僕はもうそう思っていてね、まあ、そう思ってる方い多くいると思うんですけどあの自民党がね、まあ、ダメだとかで自民党ダメですし自民党の議員とか政治家とか大臣もダメですよ。 でこの観点ですよ、僕が今お伝えした、この観点ですよ、この観点と日本人のための政治ができる政治家って全く違うじゃないですか。だから、これは何かっていうと、この安倍元首相の国葬っていう、いわば政治的なものですね、政治的なイベントっていうんですか、政治的なイベントを利用してですね、この、 菅に、えーまあ、人気上昇、菅に注目をさせるっていう、そういう違う僕、狙いがあると思うんですよ。これからの日本っていうのは、どういうふうになっていくかっていうのはわかりません。岸田はもう完全にですね国民の支持を得られないんで、えー、もうどうなっていくのかわからないんですが、でその後に、えー、まあどうって言った時に、こういったところで、ですねやはりあの国民の気を引く、えー、まあ注目される、そういった狙いを、今回のこの国葬、安倍の国葬に、この菅を持ってきたんじゃないかと、裏側でこういうことを、あの まままあああシナリオがあってそういういいい誘導したんじゃないかと思いますだからああのまあ、僕の考えが正しいかどうかわからない僕はこのように思ってますしまあ多分合ってると思いますよただなかなかこういうことが難しくて気がつかないんですねでそのおそらくその大衆誘導ってねあの、うん、うまいこと感情あの使ってですねそのテレビとかメディアを使ってこういうことをやってくるんでなかなか気づかないんですが、うん、僕の話した話がですね、えー この菅っていうのが、えー、日本のねえー、国益になる、えー、とは思えないし日本のためになる成長するとは思えないじゃないですかんっていうことを思ったんで結構このね、えー、その国葬の後から、えー、この菅の話っていうのがよくあの話題になって注目されてるみたいなんで、えーまあ、僕の解釈っていうことで、まあ、リスナー様も同じお考えを持っていらっしゃる方が、えー、いらっしゃると思いますので何かのご参考にしていただければと思います、えー、ということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました ありがとうございました。失礼いたします。